ウガスのねニックね中心になります。マニパッキャオです。パッキャオ動きいいですね、パンチの切れはすごいですね、はい、変わります。ローポを攻めました。パッキャオ、ウガス持ち返し、すごい。それで軽く左叩きます。今度は右を出します。おお、踏み込んできました。勇敢です。ウガスでパンチ出しますからね、はいはい、あると言われているウガス下がらないんですよ。少しバックステップするぐらいです。右スタイルに変わりましたが、全くそれを苦にしないと言ってました。これまでのキャリア、マニー・パッキャオ見てやりにくいんでしょうか、距離でしょうか、長い腕でしょうか、はい、ああだからちょっとあれって思ってますね。入ってきます。ここで第1ラウンドゴンが今鳴りました。終了です。マニー・パッキャオ、そしてヨルデニス・ウガス。まずジョーさんからポイントをお願いします。パッキャオ状態です。はい、わかりました。こちらが12勝7敗、2つの引き分けがあります。39、一方、ウガスは30戦して26勝4。ジョーさん、1ラウンドどう見ました、ジョーさんは。気もするんですね。それでウガスがね、なんかなのか。いうところかもしれませんが、パッキャオの動きにちょっと、悪いのかな、はい、その相手の手足ってグローブの上からでもいいから、早いコンビネーション。スピードグローを出し始めました。第2ラウンドです。わかりました。パッキャオの調子はすごくいいです、はい、バックサイですよね。あ、はい、そういえばね、先ほどおっしゃいましたやりにくいんだというのはどういうところでしょうか。だから普通パッキャオが、はい、確かに下がらないですね、はい、それと1ラウンド目の後半から長さでジャブ使われるとパッキャオ入りにくくなります、はい、これが入ります。パッキャオもちょっと動いた方がいいかも。サイドに動きながら飛び込むっていうのが今ないですよね、はい、左に出しました。距離を取ります。伸び、パッキャオの武器っていうのはね、あのウガス、やっぱり西岡さん、ウガス戦えるんですね。戦えるんですよ。長いところからこのリードブローを出すことができます。近づいたと外側からのボラアウトのようなパンチも打つんですよ。パンチの返っていくあたりを対してビジョンとボディ、はい、デレチョアバホって言ってウガスのトレーナー、はい、サラスさんがそう言っていました。だから右アッパーなのか、はい、右ストレートボディの左出しました。パッキャオ、パッキャオがちょっと動きが飛び込んできます。左右の動きというのも相手の目の前にいていきなり飛び終わりました。まあ2ラウンド目は私ガスに与えました。ちょっと当てよう当てようとしすぎる距離的、この2人いろいろな長所があります。攻撃力、それからその経験値、その辺を修正、してくるのかもしれませんけれど、のパッキャオの右フックの後の朝ではウガスがですね剥がれたらしいんですが、どうやらこの動きしてると、だったのかもしれません。正確ではなかったのかもしれません。いただきたいんですが、いいですよね、はい、いやもちろんいいですね、あとパックにこう体で受け止めてしっかりガードを止めてる自信あるんですね。ウェルターウガス目の前で身を凝らして見つめています。ウガス攻めようというウガスしたけれども中に入ります。体力の消耗を避けるっていう、ね、あれはうまい、結構使うんですよね、はい、遠くからね攻撃を、はい、今のもガードの上なんですけど、はい、当たれば怖いですよ。何よりねガードが硬いで高いです、ね、だからパッキャオのパンチは早いと、はい、だから飛行は強いですね、はい、ということはちょっとガードが下がったところだったんですが、パッキャオの左できます。左フック一回ローバーで下がる。ウガスも返しアッパー、もうここしかないっていうところで踏み込みます。いいですね、はい、また入ったね、下がりましたね。おお、ショートが待っていました。決めていきました。パッキャオ入れ替わります。トラスさ出てきましたね、動きの中に、はい、はい、あの速い動きが出てくる。右へ回りながらね、でその入れるっていうのはね、あれあんまり打たさないよ。その当て際でナックル返してるんですよね、はい、できて首根っこ打れる危険の動きを上のモニターでチェックしていたよまだこんな感じなんだなと。自分西岡さん、だんだん動きが出てきましたからね、この試合。もうウガスは街のボクサー。左、おお、ちょっと今回をボディ、おお、でもボディ効いてますよね。下がります。
さあそういう差今のはでもあんまり低くならないですよね。一応休ませます。You're ready. とボディの間ぐらいでしたね。そうですね。俺の間にちょっと引っ込んで。さあ第4ラウンド。ここでまた再開です。わあちょっと中腰になりまして警戒感がより強まったかします。パッキャオはですけどね。いやね。人いないと思いますが。弱点はね、はい、ボールを相手に見させないようにそういうこと言われたことがあるんですよね。パッキャオ、まあ、これだけ階級を上げてね相手のパンチも重くなりますから。まあ、パッキャマン、でこれ戦ってるわけですが、なんというか小さい、今まで軽いクラスですと、打ち倒してきた相手を吹っ飛ばしてくるんですよね。まあ、それは相手がね、耐久力が出ますからね。はい、マッチェに、勝ったのが、あれが確か9年ぶりと。カバーしようとして、やっぱり食べるじゃないですか。はいはい、ですね。ただね、パッキャオはね、自分はスピードで勝負するって言われますからね。軽い階級のところで真っ向なんですけどね、はい、ちょっと用意してるらしいんですよ。パッキャーそこで思いっきり食べたら終わりました。何か言いたそうなウガス第4ラウンドジョーさん、はい、パッキャーの10体パッキャーの10体です、ね、こういう説もある。2度体の小さい体にエネルギーを摂取することにして、はい、食べながら仕上げるって。あー、小柄ですもんね、デイビスね。小柄なんかはね、その上がってきたライトないけれど速さ消耗してますね。あー、そう見えますか。はい、取りました。しかもグローブの上です。相当まあね、何しろ上院議員として試合の体制に入りまして、そら大変でしょう。もしてるんでしょうし、であります。ブタダマンが足りますパッキャオ。やはり今日ですけれども、うん、中心になってますね。そうですね。なるほど、タイミングでサイドはですね、ウガスに対してもっとボディをパッキャオのそういう指示なんですけれども、うん、なかなかパッキャオのボディ目の前にいるんですが、すごいガードを上げてます。今一瞬ちょっと下げ気味なんですが、もっとちょっとここは1回入った方がいいかなという。皆さんは井上対ダスマニア戦もさばいたレフェリーです。左からこの硬そうなガード相手のガードの真ん中がその貫きが貫通するように、はい、あれが出だすとパッキャオ、パッキャオも手を休めません。要するにいい時のパッキャオだったらそれが出るんです。この辺りですか。いや、まあ、結構危ないタイミングでかわしたんで。 ありますね、はい、お、はい、おお、飛び出していきました。させるような動きを見せましたマニーパッキャオ。ジョタキです。まあ12歳になっているマニーパッキャオ、チャンピオンだからいつか大きなチャンスもやってはよりでにするが、もちろんチャンピオンタイトルを持ってるのはウガスですもんね。ウガスにとってね、いやもう大チャンスですよ。パッキャオ前を自分の前で戦おうとする、ポンポングローブの上からでも打ってるんでしょう、はい、それがね、ウガスに対しては威嚇になってるんですよということですね、うん、それででも西岡さんが指摘したようにパッキャオのね、疲れ遠いところからが攻め込んできます。ウガス、だからコーナーで、うん、突き通せるところを探します。はい、これでは届きません。言葉で言う牛の幹部があるみたいね、ぴょん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 。今日です。第6ラウンドのポイントをじゃあ、ジョーさんを聞かせてくれた方はパッキャオにポイントを与えました。元キューバのトップ天野、キューバから素晴らしいトレーナー実を教えていらっしゃいます。サラストレーナーです。騎士を、はい、行こうと違うんです。ああそうです。だからポットの交流で、それでソ連の僕が、それでね、それが構想してね、1972年ミュンヘン大会以降なんです、はい、その教え方、ペドロ・ディアスの教え方、よくうまくいくと策に溺れるっていう面があるんですよ。うまく結果にもなると、うまくいった時はね、はい、勝つんですけどね、はい、試合脚光が当たらなかった頃、2014年に僕中心の生活をしたそうです。ただその後にそうなんですが、そこから人が変わりまして8連勝ヨルデニス・ウガス。
サラスと組んでから、ね、ショーン・ポーター戦、あれはすごく惜しかった試合でした。論議及ぶ判定でいらっしゃったくらいです。ジョーさん、また強石はですね、ここまでウガスが優勢ジャックですかね。だからもう、まあ、一つの情報として、さあ吹き飛んでしまうような結末が待っているかもしれませんし、結末になるかもしれません。試合はまだ途中、第7試合です。そうだね、はい、ポイントだから結局ジャッジはもっと手数が必要でしょう、はいはい、とは思いますが、何しろジャッジ差伸びる身に出しました。パッキャオ、今度はウガス何発かやり合いました。これはお互い様、第7、今までのラウンドよりはウガス、ちょっとラウンドはウガス10対9、はい、私映るっていうほどは言ってないです、はい、うん、あのパッキャオの右のジャブですね、はい、なのはもう全然気にならないよって言ってました。接近してると見るか離れてると見るか、8対1ぐらいの差、はい、ずっと勝ってるじゃないですか、はい、実力者だも知ってるわけでね、研究していい戦いぶりだと、サラストレーナー見せてやると、あとミスはするなよという、という勇気づけるような励ますようなコメントが出てきています。このあたりが本当に、西岡さん、パッキャオ、まあ、やってみないとわからないということもできますが、はい、どういうふうに攻めようかなっていうのをちょっと迷いあぐねてるっていうことも適切ですかね。体で前に行っても、はい、こうはっジャブがポンポンと顔面を捉えています。フォローする気かして打ってはないです、はいはいはい、右を出しました。持っていきました、ウガス、もうちょっとポジションがいいと思う、ちょっと正面ですもんね、させない方がいいですね、これで落ちてきました、ウガス、このラウンド特にまた減ったかもしれません。それでパッキャオがね、はい、体引いてると見る感じです。あ、おお、またもらってますね。第8ラウンド終了しました。そうですね、やっぱりそうですよね。パッキャオのポイントにしますけれど、ジャージの中では、私はウガス10対9です。ジョコさんはウガス、この辺りから次がキュッと大変そうに見えます。動かないって言って、動きすぎないためにね、リスクはあるわけですよ。まあ、吹っ飛ばされてますよね。おう、いきなり出してきました、右だから、はい、攻めるパターン何回か試してるんですけど、はい、そこからあの突破口が開けるんですけど、ね、この動きは小さいので、体を起こされてしまってるんですよ、はい、結構大きめの体、体格が違うなというのは久しぶりかもしれません。でかいなという感じがしました、うん、でもあの試合にはすごく足使ってましたね、はい、速力的なこともこの試合、随分と突き刺します。右のジャブっていうのはね、いいんですよ、うん、で相手は反応するじゃないですか、はい、グローブの打ち込みやすくなりますから。ですけども近づいてませんか、うん、はい、パッキャオがもっと距離とっこう、その体力の消耗を避けて、やってます、できています。ボディウガスよりコーナーのサラスの方が元気です。指示与えまくってるんですけど、なかなか実体機、はい、パッキャオ実体機ですね。9ラウンド目お高田のパッキャオ、手数の差がこれだけありますから、はい、今回アメリカでは、フォックスペーパービー、この試合を見るのに74ドル90、わーわーお得ですよね。このネバダ州ラスベガス、 T モバイル保証金額手元にあるんですが、ジョーさんと言われてるんですが、これ当然ジョーさんペーパービューの売り上げなんですか。逆算すると最低保証が5億ぐらい。あ、そうですか、27億5000万ぐらいという報道も一部である。そんな試合、第10ラウンドに入りました。パッキャオはこのラウンドに来て、西岡さんどういう、ハンドスピードを上げましたなんですけれども、パッキャオのが多かったようです。
使ってないんで、はい、その図でも出せるように温存してるんでしょうね、お右、ちょっと強めでした、ちょっと気を抜いたところに怖いです、ないことです、はい、パッキャオも立ち止まって打ってみるといいですね、おお、小笠は本当は自分からもっともっと手がっていうことなんですかね、ある意味で過剰警戒です、うん、リック・モラレスなんかはパッキャオのパンチは見えないっていうんで、同じような意識でね、見えないパンチは、まあ、こういう今ちょっと手数のアグレッシブに行けということは言ってるんですけども、アグレッシブさを消しているんでしょう、内を悪いんじゃないですかね、はい、右のフローを伸ばします、もう一回パッキャオ体重差に揺るぎますね体がね、こうなってもすぐ打ち返しますもんね、今すぐいいシーンでした、こっちもあこのウガスのウェルター級もともと与えてませんかね、いそうですからね、そういう独特の空気、 WBA スーパー世界ウェルター級タイトル主役ではあるとは思いますが、このタイトルを持っているのはウガスの前、11ラウンド目ウガスを目の前にしまして、試合のペースなどあるいは配分などを考えて戦っているとかとお伝えいたしました、ウガスが有利であると、また最新のコメントでも今ちらりと聞こえました、コメンタリーの皆さんの発言のようです、認めますけど、はいはい、まあ、この試合展開で飛び込んできました、これはさあ表情もかなり疲れた、疲労困憊の表情を、ね、だから有効打でしょ、それで、リングジェネラルシップ主導権試合、手をそれほど出してなく、ウガスが勝ってる優勢っていうのはちょっと、まあ、あくまでもコメンテーターですから、ジャッジしてお聞きいただきたいと思います、今日は右に移動していきます、手数は確かに多いマニーパッキャオ、おお、これもそうです、ちょっと動いたパク、まあ、その衝撃を殺すかのような、折りが微妙です、パッキャオはこれから先飛び込んでいけるか、まもなく1ラウンド終わりました、出てその軽いとはいえヒット右も当たってましたからね、私はウガス、しかしたら割れてるラウンドかもしれません、あれをねだけど有効だ、はい、それでそれ有効だですかになるやん、このラウンドでも、ね、10人指揮者がいると10人のもやっぱり考えなければいけませんし、さあジャッジ、ね、さあラストラウンドです、1年と1ヶ月ぶりの試合、そしてもしかしたらこれヨルデンス・ウガス、ラストラウンドまで来ました、どうしたどうした、トランクス直しています、いいんです、ここしばらくでもうこれがずいぶんと戦っている、この直近の、もう1回行きます、キャオ2回目は当たってなかったですね、はい、これもああいうパンチ、迫るような表情で顔を前に持ってきます、動けてるようです、ちょっと手数が出てない、パッキャオ、それとも疲れなのか、マニーパッキャオ、感じパンチが返ってきます、ブロックしんどそうですね、気をつけた方がいいですよ、打ち合います、左起こします、パッキャオちょっともらったらダウンの、この画面を通じても伝わってきます、あと30秒です、出ていきます、おお。触れた、試合終了です、はい、私もウガス10対9です、パッキャオは両手、さあどちらが勝っているんでしょうか、モーリン115対113、ジャッジスティーブ・ワイスフェルド116対112、が2人防衛、パッキャオ負けました、王者、このスーパー王座を守ることしています、あとの2人が116対112だという形です、このタイトルを守りました、試合勝利することができませんでした、これでどうでしょう、パッキャオは崩すことになりますか。
自身負けたとは思ってないんじゃないですかね。まあまあ、フレディそういうので一応この作戦でいくと